男子サッカー韓国代表イスウがコロンビア戦を控え、勝利への意思を見せた。イスウは去る24日、ハシュー NFC で行われた練習前のインタビューで、強敵であっても、ホーム試合だから勝ちたい。寒い中、足を運んでくださるファンのためにいい試合をしたいと意気込んだ。22日、 韓国イヤマ・モンジュサッカー競技場で行われたボリビアとの親善試合で、一例勝ち利を飾った韓国は26日、ソウルワールドカップ競技場でコロンビアと対戦する。フィファランク12位のコロンビアは戦力でも韓国を圧倒している。イスウは、サッカーはいつも全く同じというわけにはいかない。 試合状況や流れに合わせる必要があると述べた。